阪急バス山口営業所は、兵庫県西宮市山口町半神流通センター地内にある阪急バスの営業所。最寄りの停留所は山口営業所前、1977年7月1日に開設された。もともとは、宝塚営業所が所管路線を担当していたが、同営業所が市内のニュータウン路線の開設に伴う増車を行って手狭となったことから、 主に宝塚から有馬方面を結ぶ路線を移管する目的で開設された。営業エリアは宝塚市、西宮市及び神戸市北区を中心として、芦屋市や三田市、神戸市中央区まで乗り入れる路線も有する。路線は、これら各地のターミナル駅から有馬温泉へ向かう観光路線や、西宮市北部の住宅地路線が中心。 山間部を貫く路線も担当しているが、同じ山間部に路線を持つのせや豊野の各営業所と比べると、近年は、経路上の国道176号をはじめとした幹線道路の線形が改良されたことで、運行スピードの高速化が進んでいる。なお、運行管理業務は1999年4月9日から、阪急電園バスに委託していたが、 2019年7月1日に、同社との合併により直営化した。有馬温泉地区には、阪急バス有馬案内所前にある駐車場形式の、有馬バスターミナル、神戸電鉄有馬線の有馬温泉駅の前にある、有馬駅前、対向橋東詰めにある、有馬温泉、有馬温泉観光総合案内所前にあった、有馬町の4カ所があったが、2009年末に、 有馬町が廃止され、2015年10月24日、改正時に、有馬停留所が、対向橋東詰のリバと同じ、有馬温泉に統一された。また、これと同時に、以下の停留所の名称変更も実施された。かつては、宝塚を起点に下山口、内市山口営業所前とを結ぶ路線が基本で、さらに、なじお山荘、鎌倉境経由の系統と、船坂、 有馬温泉経由の系統に分かれていた。その後、北六甲台をはじめとした、ニュータウン開発や、岡城駅への立ち寄り開始などがあり、経由地により口述する以下の6つの系統に、細分化されるなど複雑化している。1986年11月1日に、西宮ナジオ駅が開業したのに合わせて、ナジオ経由系統の一部の便が、同駅に乗り入れることとなり、 それらには従来の番号に0 0を加えた派生の系統番号が設定された。現在は、ラジオ経由系統の全便が JR 西宮ラジオを経由し、また一部の系統では JR 西宮ラジオが起点で宝塚まで乗り入れない便もあるため注意が必要である。なお、ラジオ経由系統は中国道を宝塚インターから流出する車両による渋滞に、 巻き込まれて遅延が発生することがある。また、毎年夏に、有馬温泉界隈で行われる、有馬夏祭りの開催日には、有馬案内所前、乗り場が休止となり、大抗協付近にある湯煙広場駐車場で、乗降扱いを行う。2020年4月13日に行われた、ダイヤ改正で、有馬温泉のバス停は駐車場形式の、有馬温泉。 バスターミナルからに対抗橋東詰めにある有馬温泉移動し、同時に一部系統の新設、廃止、または本数の大幅削減が行われた。丸山家系統工術の北六甲台を経由しない、系統。宝塚市も山口間は、ほぼ国道176号線のみ経由する。どちらも入出庫系統的な役割で、一部の時間帯のみ運行されている。 北六甲台系統西宮市山口町の北部に広がる北六甲台を経由する系統。西宮北インター、明来経由の40.41系統に加え、前述の75系統の一部を北六甲台経由にした45系統がある。有馬急行線も一部便が1989年6月1日から同地区内に乗り入れていたが、 利用客がさほど伸びなかったことから、1996年7月20日の改正で、同地区への乗り入れは中止された。スミれ台、流通センター系統西宮市山口町、上山口のほぼ中央部に位置し、神戸電鉄三田線岡城駅や阪神高速7号北、神戸線西宮山口南、出入り口からほど近い同室スミれ台へのアクセス系統。 山口町流通センター内に数箇所ある停留所へのアクセスもこの系統が担っている。主に、岡城駅を発着、経由する便を中心に設定されている。読売ゴルフ場系統方来京系統なじを丸々と名乗る住宅街の中では最大規模となる西宮市なじを桜台の外周道路を外回りで一周する路線で、 1997年4月1日改正時より運行開始。全便が58系統として運行され、時間帯により下記の4ルートが設定されている。西宮市等からの2億円以上の運行補助を受け、2009年4月1日から運行を開始した路線。六甲山系によって隔てられている西宮市の南部と道志北部を西宮北道路を介してつないでいる。 桜山並バスという愛称が付けられており、独自の塗装が施された専用車が運行に当てられているほか、経由する停留所の標中にもロゴマークが描かれたシールが貼られている。船坂橋停留所から北に向かう金泉寺系統と西へ向かい有馬温泉を経由する有馬系統とに分かれる。ただ、現状は両系統とも便により、南部では停留所により停車の有無が、 北部でもスミレ台内市北六甲台経由の有無や山口営業所前行きない市明来行きがそれぞれあるなどルートは複雑化しているため注意を要する正式運行の開始後は当初南部では主要な停留所にのみ停車していたがルートの多くが宿川台系統と重複するため後のダイヤ改正で道路線を増発し停車する停留場を増やす形で宿川台系統を統合した また、2015年10月24日、ダイヤ改正で、山口営業所管内のほとんどの路線で土曜ダイヤが、廃止され土曜日は土曜、休日ダイヤに統合されたが、当路線では土曜ダイヤが維持されている。なお、ありません系統では、停車が廃止された、鎌倉京停留所は当路線では、停車が継続されている。2018年4月1日からは、 西宮北道路の無料開放に伴い、西宮北道路を通過する区間の運賃が値下げされている。道路線に、限り有効の規格乗車券、桜山並バス1日乗車券、桜山並バス回数券が発売されている。金泉寺系統ありま系統2013年4月30日まで運行されていた神戸市バスありの営業所のうち68、 と69系統を除く路線が運行されている。従来、から別営業所が運行していた60系統も、同営業所の運行に変更される。6号系統67号系統1号、系統有馬地区と東有野台、岡城駅方面を結ぶ路線。60系統として、2004年4月1日の、神戸市バスのダイヤ改正、路線改編と合わせて開設され、同局と、 系統番号も揃えた上での共同運行となっているが、共同運行区間は東有リの大北となっていて、東有リのダやリマ間は阪急バスの単独運用となっている。運行開始当初はカラビツ営業所での運行だったが、2013年5月1日より神戸市バスが撤退し、全区間で阪急バスの単独運行となり、運行する。 営業所は山口営業所に変更となった。2009年12月5日のダイヤ改正より、有馬地区の奇襲店が変更され、新規バスが設置した有馬町停留所に代わり、大半の系統が奇襲店としている有馬停留所発着に変更した。2016年3月26日のダイヤ改正で、60系統から1系統に変更されたと同時に、 日中の東有リの台岡オ駅間は1時間に3本程度から1本に減便された。ただし、この区間は、この改正で新設された、同一区間を走る2系統、3系統、4系統がカバーしているため、実質的に毎時3本程度の本数は維持されている。有馬マ温泉東有リの台間は、本数が少なく、平日ダイヤは1日8往復。 同休日は1日6往復だけとなっている。なお、60系統時代で、有馬町発着の頃は、有馬町有馬駅前間で、有馬停留所バスターミナルを奇襲点とする、有馬線、蓬来橋系統と、系統番号が重複していたため、同区間内のみ、60A と表記していた。こう、花園のみ、兵庫県西宮市に所在し、他の停留所はべて、 神戸市北区に所在し、空別営業所時代は唯一神戸市外に乗り入れる路線であった。山岳路線のためほとんどが初乗り160円、または170円からの距離制運賃だが、2013年5月に神戸市営バスが運行していた有野、ありの藤原大線は神戸市営バスの均一運賃210円であり、ありま、岡城線は、 神戸市営バスが運行していた区間は210円の均一運賃、それ以外は初乗り170円からの距離性運賃になっている。かつては宝塚営業所も担当していた。元の路線名は有馬三田線。2015年10月24日の改正で同一のルートを経由する71系統が設定された。西宮山口線の前進にあたり、 同線の開業に先駆け、2007年9月1日から11月30日まで試験運行を行っていた。2000年代以降の阪急バスによる試験運行は宝塚新橋線に次いで2例目である。試験運行の終了から1年4ヶ月後、2009年4月1日からは西宮山口線として正式に運行を開始した。 ただし、クラクエン口は経由しないなどルートは若干変更された。開始後1ヶ月の利用者は1日約500人で、想定より200人程度上回ったものの、全利用者のうち47%が、西宮北道路以南の区間のみの限定的な利用に止まった。同年10月には、西宮市内の NPO 法人が道路線に関する企画を打ち出したり、市内を舞台としている。 鈴組や春日シリーズなどの作品の聖地巡礼のために利用したりするといった試みも見られた。2020年6月現在、54台が在籍する。営業エリアのほぼ全域が冬季の積雪地帯であることや、ありません、後来境景指にや、足やありませんといった山岳路線を抱える関係から、過去には観光バス用エンジンを搭載した高出力車両が配備されていた。 現在は、イスズの高出力車両を中心に、国産大型4メーカーが揃い、ワンステップバスの配置も進んでいるが、勾配が多い路線の割合が高いことから、ノンステップバスの配置はそれほど進んでいない。桜山並バスについては、専用塗装のイスズエルガで運行されているが、2021年9月より、置き換えで、三菱不走、エアロスターノンステップバスが導入された。 一部は撤退した神戸市営バスからの転属車もある。神戸市営バスからの転属車は塗装はそのままで、マークのみの変更で使用されているが、後に塗装変更も行われている。また、一部の塗装変更車は、一般の阪急バス車両と、若干塗り分けが異なっている車両も存在する。車番は5000番台を使用している。ありがとうございます。